写真拡大。ヤクルト5から5巨人、24日、神宮球場。巨人、重信の打球が消えた。そんな珍プレーが起こったのは7回。梅野から放った右翼への飛球はフェンスに直撃したが跳ね返ってこなかった。選手、審判員が確認したところ、フェンスの金網を突き破っていたことが判明。エンタイトル二塁打となった重信は、ボールが消えたので取られたと思いましたが、いい方向に消えてくれてよかったですと振り返った。